にちは。今日はですね、こちら自作ハンドスピナーを改造していきたいと思います。この自作ハンドスピナーも2段階改造しました。まずビー玉をつけてすごく見た目が綺麗にしたのと、回転プラス回転を合わせたハンドスピナーを作りました。ちょっと僕のベアリングはね、グリスタイプっていう一般的なベアリングと違うんですよ。オイルタイプっていうベアリングになるので、ちょっと最近メンテナンスしてなくて回転が悪くなってきました。ちょっとね、それが気になるんですけどね、今回はね、あるものを合わせたいと思います。それがこちら。はい、スーパーボールです。もともと僕これ持ちやすくビー玉をねつけようと考えたんですけど、そのつけるビー玉をねこうやってスーパーボールにするじゃないですか。そして回して落としてキャッチっていうスーパーボールにすることで新しい技をね作れるかもしれないということで、今回こちら合体させていきたいと思います。はい、では作っていきましょう。もう作り方はとってもシンプルです。はい、毎度登場してるグルーガンで、ただスーパーボールをくっつけるだけです。スーパーボールくん、こっちくっつけました。あっち、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 まさかの反対側からグルーガンが飛び出てきてた。やばい、久しぶりの火傷した。白くて指がぷくって膨れる方の火傷、結構熱かったんですよ。あー、やばい。片指冷やしながらもう一回リベンジします。あー、痛かったよ。まずはスーパーボールにグルーガンを打つ。そしてお手、ちょっと透明のタイプのグルーガン買ってきました。なんか白くてね、見た目が嫌だったんですよね。ちょうどなくなったのでグルーガンも。さあ、お手。あー、指痛いよ。ちょっとね、グルーガンとね、このスーパーボール多分固定あんまされないんですよ。多分これができないので作戦変更で穴を開けてね固定したいと思います。さあ、爪楊枝をゲットしました。この爪楊枝をね、まずスーパーボールに刺してみましょう。まっすぐ刺さないといけないからね。刺さるかな。あ、刺さる刺さる。あ、いけるね。爪楊枝のほら持ち手の部分も刺せる穴になったので、はい、こっちのスーパーボールにも穴開けていきます。よし。そしたら次、ハンドスピナーのね、真ん中にも穴開けますよ。さあ、貫通するのか。しないから溶かさないとね、これ。溶かして、そしたら爪楊枝を通します。はい、通った爪楊枝。通った爪楊枝を固定します。こんな感じでね、爪楊枝が通ってるので、これを固定します。真ん中に来るように。よし。あ、折れた。やばいやばいやばい。完成しました。はい、こんな感じです。跳ねるのか。あ、ぴょんって、ぴょんって、ぴょんってみたい。では、行きましょう。はい、完成したフィンガースピナーがこちらです。行くよ。あー、折れた。はい、ということで完成しました。バウンドさせてキャッチしたいと思います。行きます。あ、あ、折れた。弾まない。ちょっと待って、さっきのは嘘でしょ。行きます。もう高い位置から落とします。行きます。あー、あー、ダメだ。弾まない。見えた、今の。これね、全く弾まないんですよ。ダメだ。なんで弾まないかって、多分ね、衝撃を吸収しちゃうんですよ。これだと、この設計だと。このクッションがダメなんですよ。はい、今回は失敗しました。めっちゃ時間かけて作ったのに。透明のね、グルーガンに変わってると思うんですけど、カメラが回ってないところでね、全部取り外してやり直しました。そしてね、ベアリングの中にね、グルーガンが入っちゃって、でね、めっちゃ大変でね、掃除もして、あれからね、1時間半かけてね、頑張って作ったのに、結果、跳ねませんでした。はい、もう少しで僕のお家に本物のハンドスピナーが届くので、次回はね、市販のハンドスピナーに反省点を踏まえてさらに改良を思いついたので、そちらを作って次こそは成功させたいと思います。今日はね、ちょっと失敗に終わっちゃったんですけど、次回必ず成功させるので、よければぜひ見てください。そしてね、もう一個とっておきのね、宙に浮くハンドスピナーというものを考えました。誰でも簡単にできる方法なので、そちらの公開日がですね、6月の16日かなに公開予定なんですよ。一応告知させていただいてるんですけど、その動画もぜひ楽しみにお待ちしててください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。